ここ鶴橋です。鶴橋の駅になりますね。昔ここに全部落書きやったんですけど、全部消されちゃったっすね。もうほんま地元ですね、ここら辺。鶴橋はほんま僕が思うに、僕のイメージですよ、ほんまに。キムチと、まあ、韓国料理と、まあ、そういう K-POP アイドルのグッズ、パチモン屋さん、あとまあ不良とかいっぱいいますね。この大阪市の生野区で生まれて、桃谷で生まれたんですよ、最初。鶴橋じゃなくて生野区の桃谷で生まれて、で多分その赤ちゃんの時に今里に住んでたりとかで、北辰巳で住んでたりとか、なんかいろいろあるんですよ、生野区の中でも。で保育園まで通ってから生野区から引っ越しましたね。多分長堀の辺やったと思う、その次に行った。小1まで行って、で天王寺区に引っ越して、10歳まで大阪いて、韓国にいきなり飛びましたね。最初その10歳で行くじゃないですか。で小学生じゃないですか。で通ってた学校が日本人学校やったんで、周り日本のコーラばっかりやったんで、で中学校卒業したら日本に帰るか、韓国にあるアメリカンスクールとかそういうとこ行くか、どっちかやったんです。でまあもう純日本のコーラはもうほぼ基本日本に帰ってましたね。で僕らみたいな、なんか親が韓国人でたまたま日本住んでてみたいなコーラ、そういうコーラはなんかアメリカンスクール行ったりとかしてましたね。アメリカンスクール通い始めて、そっからやっぱ高2までおったんで、友達らがすげえできたんですよ。なんか中2の終わり、中3ぐらいで。アメリカンスクールや言うても僕の学校ちっちゃかったんで、ほんまアメリカ人が結構少ないみたいな、英語塾みたいな感じだったんで、それで過ごしてたら英語が喋れるようになって、で僕は住もうと思ってたんですけど、ずっともう徴兵も行って韓国で住もうみたいな思ってたんですけど、その時にちょうどアメリカンスクール退学になっちゃうんです。でなんかもう二択って言われたんですよ。働くか、日本に来て高校通い直しなさいみたいな。でも働きたくなかったんで、じゃあ日本帰るわみたいな。ほんで今に至るっすね。僕中学校時映画監督夢やったんですよ。でなんかその延長線上ではないけど、こうある日なんか韓国のねラッパーの人のミュージックビデオを一個見つけたんですよ。ウンジウォンってやつの、その PV 見てすごいかっけえみたいな、雑誌とかで見たあんな格好と一緒やみたいな、めっちゃなんかそれが食らって、でなんかそっから服装を真似るとこから始めて、でなんかみんなカラオケ行ったらラップ歌っとったんですよ、なんかその時。それで誰が一番うまいかみたいな、そんなんとかやっとって、影響受けたのはそっちの方がでかいと思う。やりたいとは思っとって、韓国おる時でもどこも知らないんで、スタジオとか何にもずっとやってる友達がおるわけでもなかったんで、でいきなりこっちまた日本戻ってきて、そういう友達たちを探すわけじゃない、ヒップホップが好きな。でみんな BK の格好してんのに、その時大阪ってジャパニーズしか行かなかったんです。地元はめちゃくちゃレゲエが流行ってて、まあ、その紹介してもらった時にジェイクってやつもヒップホップ好きらしい。ほんで案の定会ったらむちゃくちゃやっぱヒップホップが好きやって、ほんで僕がちょっと先に始めてジェイク
と夜公園とかで普通にいつも遊んで喋ってる時とかに、なんかフリースタイルとかを真似事みたいなのやりだして、ジェイクのラップ聞いてたら、まあとにかくかっこよかって、なんでラップやってないの、逆に、ね、俺やってんのにみたいなほんでこれ絶対今やらならもったいないと思ったし、地元の自分の仲いい、こんだけ近い友達にこんだけかっこいいやつがおるっていうのを、僕はなんかこうみんなに自慢したかったっていうのがあって、そういうような気持ちもあって、ジェイクをとにかくラップさせたかったっていうのが結構その時の自分がラップをさせた気持ちかなと思いますね。あの地元の友達で BK っておるっていう、そいつが誘ってくれて、まあ、スタートダッシュ切って、でドラジーってやつがスタジオ連れてってくれて、まあ、自分でやり方分かってみたいな。ちゃんとレコーディングしたことなかったから、そこでなんていうんですか、軽くミックスした音源とか聞かせてもらった時に、なんかめっちゃ違う風に聞こえて、うわこれめっちゃ楽しいわと思って、でなんかそっからなんかバーって書いてはレコーディングしに行くようになって、それやってたら自然と曲溜まって、ほんでファースト EP を出しましたね、自主で。それが21歳ぐらいの時に出て、まあ、23ぐらいまで活動を続けるんですけど、まあ、その間にすごいいろいろやらかしちゃって、あの下手打ちまくって言うんだろう、でなんかもういるのももう気まずい状態みたいになって思って一回飛んだんですよ、こう南から飛んで、まあ、そっから3年間約3年間あの普通に過ごそうみたいな感じでラブホの清掃員とかやりながら過ごしとって、でもまあなんかこう染みついちゃってるみたいなてのがあったっすね。なんかやらへんと、でなんか友達らも誘ってくるし、これ一緒にレックしようやとか、なんかそういうのあったりとかして、でなんか飛んでるから日本で活動するのめんどいから韓国で活動するとか言っとったんですよ。でハングルでラップ書いたりとかしよって、でほんま1枚出来上がったんですよ。けどなんかそれボツになったりとかして、でそれのレコーディングしてくれとったのがあの今の僕らの社長のヤングユージロやって、おはようございます、いただきます。でなんかそれボツにするぐらいなんやったら、なんか日本語の歌とかもバーッ書いとって、その時また新しくそれ出してまおうやみたいな、でそっちの方ももうできとったんです。でそれをでそれがあれです、ファーストハイス。それでまた復活ではないけど、そんな感じですね。ここは僕らのスタジオ、まあまだ完成はしてないですけど、スタジオ兼事務所ですね。これびっくりしてます。1階建ての家で、ここは一応共同スペースに、彼らは僕のレーベルメイトになります。これがライトです。でこちらが DJ ブルセット、どうして、で彼が僕のマネージャーに学ぶです。僕のストーリーによくちょこちょこ学ぶあ、彼がヤングユージローでございます。うちのボスです。そんな僕がファーストラインね、出来上がった時になんかそのフォーマットがあれば、プラットフォームがあればいいなって。そう、なんか僕のスタジオにあの横から来てて、でファーストハイっていうルーツが出来上がったんで、でまあ出すプラットフォームになってるんですけど、
それでって感じで、で最初ジンドックとブルセットともう一人裏方のワーカーっていうビデオとかトラックとかやってること4人で始まったって感じ。ファーストハイはまあでもなんかマジで思ってたのにリリパやってくれたんですよ、その時みんなで。その時なんか思った以上に人が70人ぐらいは入ってたって言ってたんで、なんか嬉しかったっすね、その時は普通に純粋に。今でもファーストハイの問い合わせは？マジで？でもそれいやサードハイが出てるから。そうやろ、サードハイが。ファーストハイ、セカンドハイの再販はないんですか？そうやんな、まあ、最初からかっこよかった。その20歳ぐらいから知ってるんですけど、まあ、その時もバックディーズやってたりしたんですけど、ずっとかっこよかったんですけどね、うん、でファーストハイでも出して作った時も普通にめっちゃかっこいいと思ったんですけど、ね、ほんまにダッドピフって US のフリーミックスのサイトに上げたんですけど、もう全然他のやつとクオリティ変わらへんぐらいかっこよかったと思って作ったっすね、その時は、うん、でも今聴いてもかっこいいなと思うんですけどね。もともと僕が知ってるのは G ファンクみたいなウエスサイみたいな感じのラップやってるのを最初認識してて、本当にそれが10年前とか認識してて、でそっからちょっと見ない間にそのジンドックのライブやばいっていう話を聞いて、その時はもうジンドックのマネージャーではなかったんですけど、その時にジンドックのライブやばいって聞いてて、何がやばいんやろっていうので見たらわかるって言われてライブ見に行ったんですよ。それがそのライブで今のもう大暴れというかモッシュみたいな盛り上がりがあって、その時に初めてヒップホップのライブでモッシュだとかそのお客さん同士がうわーって暴れるようなライブ見たことなかったんで、それは僕は衝撃というか、当時で言ったら でもなんか出会う前から名前だけ知ってたんですよ、ジンドックっていう名前だけ。だからなんかインパクトじゃないですか、存在感というか。今音楽で生活はできてるぐらいになれたんで、でも僕思うにこれ以上の仕事はないと思ってるんですけど、まあ自分起きたい時に起きて、やりたい時にやって、歌書いてみたいな。でライブしに行って、いろんなとこライブしに行って、その歌も変なんですけど、こういうの作りたいから作るとかで作ったら結構ぎこちない歌できるんです。なんか降りてくる時あるんですよ、ほんまにはっみたいな感じで。でもう15分ぐらいで書き上げてパッて撮ってまうみたいな、そういう歌はすごいいい感じの出来上がってます。街風とかなんかそんなノリやったんです、結構。くれるだけくれよ、ありのままの嫌味、ありがたく言っただけるかも、今の気分なんだか気は張ってる四六時中。俺はその俺街風を俺の勝手に歌ったメッセージなんですけど、ほんまにその生野区の子たちがもっともっとこう、なんていうんですかね、選択肢広がって、自分を表現することに迷いなく来られたり、諦めんと、そうやり続けていくっていう、俺、パワーを、俺はメッセージ性として受け取ってるんですよ。いや、マジ、ほんまに言うたら、もうリアルだ、ただただ。リアル。ただリアルもなくていいんだ。言うたら、簡単に言うと、普通に生きているそのライフスタイルをそのまま歌って、それで売れてるってことは、しかもそれを見たら、他県で行くのく朝鮮人ブラックのあのストーリーを見たときにやばいな、その連携戦の仕方が絶対やった方がいいんですよね、ほんまに行くのくの話。自分らの普通の生活、前も言うことしゃべるけど、自分らの普通の生活の話してたらみんなが興味湧くわけじゃないですか、みんなが普通にこの街に行ってたら。もったいない。いや、でもそのジェイコちゃんと表現してくれたい。これだけくれよ、ありのままの嫌味、ありがたくいただけるかも、今の気分なのか気は張ってる四六時中、いつ何度でものの敵は自分、そったり気にせん、全然
ってたもボドフィルソーチェス。っていうかこんなとこいないよ先生。今夜も夜空にこもっても安せ。行くんだ。電車危険だ黄色い信号。より良い結果ためこらえてしまう。僕始める前からラップ始める前からずっとジェイク君にラップ始めるんで言ってみたいな。で始まりがそういうところやから、うん、ずっと一緒にやってください言うとかっこいいと思ったら一緒にやったるわみたいな感じで約束しとってそれが待ち数なんでもなんか何でもいけるって感じの印象があるリスペクトですね。リスペクトしかないです。ジェイクとはどういうやつかってことはつまりつまりいいやつお前一緒にラップなんかやりだしたんじゃない？やろうやみたいな感じじゃない？まあ、僕がまあ言ったら師匠で弟子みたいな感じめっちゃやろ俺は言ったらそのパズルおったやん、はい、クラブなのな、はい、パズルが仲良くしとって俺刑務所から聞いた時にで俺はその弟の友達みたいな感じで知ったからもうどっちかっつったら勝つみジェイクっていうよりは勝つみやからでもあいつはかっこいいやんまんまやんな、うん、もうほんま歌ってる時のまんまやしあいつ寄ったらあなんかうわーって叫ぶやん歌ってる時寄ってほんまベロベロになった時叫んでるやろ、うん、マラムのバーでなんか一回なあもうブワーン倒れてる時とかもう最後叫んどったからなったからあれナチュラルやねんあいつなんて叫んでたんすか分かれへん分かれへんででもおたきで浴びとったからあいつの全てが詰まってるよな曲にへぇー僕はうちで鬼は外でも世界を限られた仲間たちと行くでも食ってはる時ぐらい一人で死ぬ調子に乗るならクソだけ You better listen If we don't wanna miss it on my squad まあ一番最初にほんまにその作った当時何だっけ24バースというそれをガキの僕らもやろうね。ほんでジェイクがジェイクをラップさせた時にまずこれからやってみようやってことになってジェイクが、まあ、いざ初めてのレックかもしれたらなんかこう全員とりあえず僕らジェイク以外は全員ラップしもう始めてたのに全員ジェイクにも食われてしまってどうするみたいな。じゃあもうちょっとなんか拗ねてジェイクかっこよくないでみたいなちょっとひがみ系入るぐらいジェイクは当時イケとってそれがやっぱ一番今でも印象残ってるっすもん。いやその俺はジェイクが映画撮りたいっていうのが入ってるのとかがめっちゃ食らったからあの彼岸花やった、はい、あれなんか自分でやったんじゃないなんかそうです俺それ聞いてめっちゃあの曲好きやねんかって俺もそんなんありーのでなるほどジェイクのことはみんな好きって感じやな。確かに今まであんまりこうほんまにジェイクを嫌いとかジェイクに対してそういうネガティブな感情を抱いてる人を見たことない。ほんまにシンプルに喧嘩してるとかジェイクが悪いことしたとか相手が悪いことした時とかは酔っ払って大暴れしたとかそういうの以外でそのジェイクの人間性を否定したことだって今までほんまに一回も聞いたことない。逆にポッタなんでなんて感じだもんね。だからなんで逆に僕は言われてるのか確かに。さあ、man. You ready? Yeah. 彼がリル山口。どうぞ。ビートメーカーです。よろしくお願いします。どうぞ。じゃあ、まあ外人系の友達がおって連れてきてくれて、で仲良くなったって感じですね。でなんかビート、その時なんかあの。絵描きさんじゃないけどその描くああいう感じの
Calligraphy. 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 This is a calligraphy. A font. I'm working on a font. Yeah. ああいうのをやって貼ってて、でまあそのビートも作るようになってみたいな。What do you think about this label? Yes. So what do I think about Hybrid? Yes. So really, first off, I think like we're number one when it comes to versatility. Like we have, you know, we can do trap and we can do funk and we can do hip hop and we can do lo-fi, and so that really fits in with the name Hybrid. We really are a mix of genres, and so yeah, especially with me, I really like to do different styles when I make beats as well, and so really that fits nicely with me. And then not only that, you know, it's like a family. We're a family, you know, really tight circle of friends. And so Jin Dog was one of the first rappers that I heard, Japanese rappers that I heard, and I was like, fully, this is dope. This shit is fucking dope music. No tomfoolery, no fucking around, no gassing. Really good fucking music coming out of this guy. So, you know, I'm more than happy to be a member of the posse, of the gang, of the family with him. 今まで多分ちょっとロック色強いって言われてたと思うんですね。パンクみたいだとか。次は結構ヒップホップですかね。簡単にざっくり言ったら。基本的に歌ってることはあんま変わんないんですけど、なんか自分の歌が今まで多かったかなって感じはするんですけど、自分のことしか歌ってない。最近もそうやし、次のとかはどっちかって言ったら友達ととかそういう内容が多いかな。その仲間たちの部分が見れるかなとは思います。